喜んでいます。で、今日は全体討議ということで、そのテーマとしているダムと観光振興について、皆さんからいろいろ意見を聞いて、今後の展望を開けるような集約にできればなと思っております。まず最初に昨日先生方から大変貴重なお話をいただきました。私もいい勉強になったんですが、まず最初に昨日の先生方からのお話を聞いて、この件はどうなのかなってどうしても聞いておきたい、という方がおりましたら、最初に発言をお願いしたいと思います。でその後にダム問題について最初大石さんの方から報告いただきまして、進めていきたいと思います。じゃあまず昨日のお話の中で、講師の先生方からいろいろお話いただいたんですけど、この点はどうなってるのというようなことがもしあったら最初に質問していただきたいんですけど、どなたがいらっしゃいませんか。はい、ニトさん、じゃあお願いします。私、久々に参加したので、全体として私雇用っていう、泣いていられるんじゃないかと、全体として新しい話をついに聞くことができたということは分かったと思います。そして私、後ろの方におったんで、あまり聞き取れないところもあったし、最初は少し寒かったです。年寄りだろう、特に。あと、疑問としてね、地球の温暖化とのつながりはどうなのかということです。疑問として。全体的に、ね、私、今までざっと見てきたんだけど、ダム、まあ、ここのダムだけじゃなくてね、ダムの良し悪し、悪し、うん、その点がね、もう少しはっきり、まあ、したかったです。以上です。はい、どうもありがとうございます。その他に皆さんの中で、ご質問とかありますか。じゃあ、昨日の奥間先生のお話になったと思いますけれども、海側は稼働が低いので、堤防はほとんどいらないというふうに確かお聞きしたと思いますけれども、実際の河川の流域を歩いてみますと、かなり水害が実際、向かい町とかその下流域でも水害がありまして、だいぶ被害がありました。これは昭和の30年代ぐらいまでなんですけれども、その後は県、国で、例えば堤防をかさ上げしたり、堤防をないところに作ったりして、おります。ということは、もう現在の、だって県は下流域の方もなお、ダムを作った後も、稼働回収しなきゃいけないとか、堤防を作らなきゃいけないとかっていうふうに言う場合もあるんですけども、基本的には現在の堤防の状況で、まずはあとは手をつけなくても大丈夫だと、まあ、一部補修していけばというふうに理解してよろしいでしょうか。一番下流の最上川に合流する近くなってくると堤防はありますよね。それから支線がいくつか入ってきて、支線に関してはやはり堤防があったりしますよね。ただ小国側の主要部分はほとんど堤防がないというふうに私は見たんですけども、どうなんでしょうかね。で、若干そこの溢れたとしても、昨日お見せしたような急激な流れで家を破壊するような、そういう溢れ方ではないというふうに思います。で、そういう川だからこそ今まであんまり護岸やなんかもやられてこな
って、それで自然の川が残されてきて、アユがいい川ということだというふうに私は理解したんですけどね。もし普通の川のようであれば、もうとっくに あっちこっちコンクリートでベタベタ護岸がされていて、もうアユもあんまりいない川になってたんじゃないのかなと。その辺がまあ、いいところであまり、っていうような感じをちょっと受けたんですけどね。他の川と比較して圧倒的に堤防がない川だというふうに見ていいと思いますけどね。間違ってたら、地元に住んでないから間違ってたら、あそこに大きな堤防がちゃんとあるよとか教えていただきたいんですけど。昨日歩いた段階ですと、月立橋ってあるんですけども、あの上流部、下流部に何メーターぐらいでしょうかね、1メーター50ぐらい。ありますね、若干ありますね。まあ、そんなにコンクリート張りではなくて、土だと思いますけども、はい、そういうの、その程度だ。はい。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今回の企画の中で、まあ、小国川を 全域歩いてみようという企画がありました。それは前に来てくれた国土交通省 OB の宮本先生から、ダム問題を取り扱うのに顔を知らないで何もできないだろうということも言われまして、9月の21日と昨日、最上川の合流点から赤倉温泉のところまで歩いたんですけど、私は9月21日の最初に歩いたんですけど、大変きれいな川だということを改めて実感しました。そんなことで、また渓流釣りじゃなくて、アユ釣りをやってる人がいっぱいおりまして、大変みんなにこう親しまれてる川だなということで、改めて大海川の貴重な生態系というものを実感したんですが、それではですね、そういう貴重な川にダムを作ろうという計画もあるわけですけども、昨日のお話の中で、大駒先生からはダム問題っていうのは住民の合意が図らないままに押し付けられているのが今の現状だと。あと竹本先生からは穴あきダムなんかはヨーロッパでは住民合意形成っていうか合意形成を十分やってから進められていると、その辺に大きな日本とヨーロッパの違いがあるというお話がありましたので、まあ、それを代表するですね、秋田の成瀬ダムについて大秘書さんの方から、若干の時間ご報告いただければと思います。よろしくお願いします。ここでしゃべりにそこでついつないでください。いいんですが、向こう側に向いてしゃべった方がいいので、はい、はい、秋田の横手市から参りました大秋です。成瀬ダムは穴あきダムではないし、国直轄のダムですので、あまり参考にならない。こちらとはね、
まず私たち今あの埼玉で、まあ垂直滑ではあるんですが、秋田県に対してその探求をするなという秋田さんをやっています。で、その私たちの運動の原点になっている星野さん、マイク使ってください。マイク水瀬川と成瀬川という2つの川があります。で、こちらの関心寺っていうのは川の汚れというか濁り、これからどうなっていくのかっていうことが皆さんの関心事であると思いますので、そういうことに焦点を絞ってですね、秋田の例をお話ししたいと思います。成瀬川の方にはダムがあります。で、来年で、ほぼ半世紀経つ、そういう水瀬ダムというのがあります。そして成瀬川の方にはダムはありません。で、今そこの、最も上流のところに成瀬ダムを作ろうとしているわけです。で、これはですね、横手市増田町にあります合流点ですね、2つの川の合流点の写真です。あ、それからあの、すいません、写真はですね、この運動の前に撮って、ホームページを作った時の写真ですので、ちょっと10年ぐらい前の写真ですけれども、基本的に変わっておりません。上の方の白く濁った方がですね、水瀬川の水、そしてこちらは南瀬川の水、そこは合流したところの映像ですね。これは大水が出て、大体数日経った後の晴れた日の写真です。こういう状況があるということですね。それじゃあその南瀬川の実態、あ、それで合流点っていうのは今水瀬川っていうのはここにありまして、水瀬ダムがここにあります。成瀬川はこちらの方で、ここのちょっと黒くなってますが、この点で、合流しているわけです。その合流点の写真が今です。で、計画している成瀬ダムというのはもう非常に、奥地、成瀬川の最奥地に作る。非常に取水面積が狭くて、治水は歌っているんだけども、この点線部分の治水っていう対策なんですけども、非常に治水効果が低いダムだということで問題にしております。それから、ここは灌漑地域なんですが、そこの横手盆地に1万ヘクタールに対して農業用水を供給すると、そういう目的のダムです。それじゃあ50年が経とうとしている水瀬ダムの方から見ていきます。これは水瀬川のダムの下流数キロのこういう状態ですね。晴れた日でもこういう状態、こんな感じで、釣りをやってる人はいますけれども、非常にこちらの小国川と比較すれば、悲惨な川だじゃないかなと思ってます。これが水瀬ダムですね。堤体から、ダム湖を望んだ写真です。ここに水瀬発電所っていうのが併設されておりまして、発電所の方に取水します。そして発電所を経て、こういう濁った水が放出されます。そしてこれは情報公開で得た濁度比較をしたものですが、雨が降って上流部で、当然濁るわけですけれども、下流部ではそれがずっと持続するという
こういう形のデータになっています。まあ私それ、下流の農家なわけですけれども、こういう現象が科学的にどういう形というか、科学的にどういうふうにして、こういう濁りが継続するのかっていうのは、まあ、いろいろその、泥の物質、それからその粒子の大きさとかいろんなことがあると思いますが、まあ、そういうことについて十分な考察をしているわけじゃありませんが、こういうデータです。これは水無瀬川の上流部の渓流なんですが、上流部はもちろん非常に美しい川です。なんか点滅してます。一方の成瀬川です。私たちの運動のシンボル的な写真として少女とその、バックにあります川のこの清らかさを出しているんですけど、おそらくこの少女ももう20歳ぐらいになっていると思います。こういう形でお盆頃になるとですね、子どもたちがいっぱい川にあふれると、こういう残念なのはですね、こういう子どもたち、地元の子どもたちではないんですね。お盆に帰省する都会の子どもたちが集まってくるんですよ。逆に言うと、地元の人たち、子どもたちは自分たちの川の素晴らしさにそんなに感じてないっていうのか、これは当たり前だと思ってるんでしょうね。という、そこはちょっと残念なところです。それで、地元の人たちはこの清流を守りたいということで、緑と清流を守る会っていうのを作って、いろんな山形県の佐賀ダムとか、それから横手市にあるこれも大松川ダムっていうのがあるんですが、この中央部の向こうから流れてくる先に大松川ダムがあります。こっちは普通の自然の川、自然の川なんですけど、そこの合流点ですね。これ、晴れてるっていうのが分かると思いますが、そういう洗濯取水をやるから濁りが少なくなると国交省は言ってるわけですけど、実態は洗濯取水をしているダムでもほとんど変わらないと、こういうことですね。さらにすっさとこっちは本当にきれいになっているのに、ダムの水はああいうふうに、まあこういう先ほどもお見せしましたけど、ちょっと途中のデータが抜けてますが、ダム直下および、その濁りがですね、長く続くということですね。ちょっと、まあ、データ的に不十分ですけれども、一応プロットしてみました。まあそういう清流成瀬川の最も奥地に成瀬ダムっていうのが作られるわけですけれども、この自然も素晴らしいと、この小国川にも勝るとも劣らない自然を持っていると私たちは自負している。その自然を多少ご紹介しながら終わりたいと思いますが、これがダム湖になるところの風景ですけれども、この両岸、右岸と左岸のところに高さ130メートル、幅690メートルという巨大な堤体ができます。そして向こう側にダム湖ができるという形です。これは冬の風景です。
これは春の山桜とか雪が残っている5月中頃の風景ですね。そしてこれはあの 6月から7月頃の新緑の風景だと思います。これは紅葉シーズンですね。こういう風景が今度ダム湖になって、沈没してしまうということです。今現在、工事としては事業費1500億円のうち2割300億を消化しておりまして、これがあのダム湖を渡る湖面橋ですね。で手前にあのトンネルを掘りまして、あの今付け替え道路を作ったというそういう状況。あと天竜湖のもうほぼ完成してるんですが、ちょっとその写真今ないんですが、今年の春に、環境法律家連盟の弁護士さんたちが東成瀬村で、全国総会をやった際に、撮ったこれ新緑の写真ですね。その時に湖面橋で、見学会をやったわけですが、ちょうど今この上の方を見ているというのはあのちょうどその時にクマタカが現れたということで、どこどこっていう感じであの皆さんが見上げている写真です。はい、そして私たちはあの5年前、この成瀬ダムに対して秋田県のするなという負担金をするなということで、提訴をしました。今口頭弁論17回を経て、今なかなかスピードとしては進んでないんですが、ちょうど提訴をする時には民主党政権が ですねできるだろうという非常にこういわゆる盛り上がった時期 でしたんですけども、今民主党政権がこういう形でポシャってアベノミクス全盛の時代になっちゃったんですが、まず私たちは諦めず頑張っていきたいと思いますので、規模とか、事業主体それからダムの形態、違うわけですけれども、これからも一緒にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。どうも貴重な報告ありがとうございました。秋田のその成瀬ダムに限らず、国交省が、リードするその河川行政には大きな不信をみんな持っていると思います。それをどう改めていくかということは大変難しい問題で、昨日大熊先生も、その解決策についてはなかなか難しいというような発言をされたような気がします。それで私たちはですね、今後もその大仁川の豊かな生態系を守るために裁判闘争なんとかをやりながらですね、漁業権を持つ大仁川の、組合の方々とも連携取って、やっているわけですけども、その、私たちのその戦いっていう、大仁川の戦いですね、それをどうやって成功させるのか、皆さんからいろいろなアドバイスあるいは意見があったらお願いしたいんですが、まず最初にメッセージ集にも載せていただいている小原先生の方から最初にご発言いただけないでしょうか。という話で申し上げます。ここでいいんですか。はい、どうぞ。昨日も申し上げたんですが、このダムと観光振興この冊子の28ページからに、穴あきダムは何のためということで拙い文章を載せておりますが、それ読んでいただけますとお分かりいただけると思います。
なお、これはメッセージをということを勘違いしてこんな変な文章を書いたということなんですが、ちょっとすいません、眼鏡をかけながら私も、私は本来ビジティアでございます。ですがどうもこのダムの反対運動、その前私今住んでおります鶴岡での水道の問題とか、随分さまざま水に関わるものにいつも行政に噛みつくような形の運動をしてまいりましたが、どうも本質は技術の問題、これだけではない、それではないんだっていう気がしてならなくなったんです。まあそんなことでこの穴あきダムは何のためというのを書いておりますが、私が初めて穴あきダムという言葉に出会ったのは1986年、当時、いや今も出てるかと思いますが、当時は建設省でしたが、建設省土木研究所で毎月土木技術資料という冊子を発行しておりました。その中に当時のダム部長が藤木さんとおっしゃったと思います。藤木さんが今ダムが直面していることという論説を載せて、それを読んだんです。それでこの文章の中にほぼその論説の言葉をそのまま使って要約したものを載せてございますが、結局なおその中では穴あきダムじゃなくて穴あき坊主ダムという言葉を使っております。坊主っていうのは要するに頭にかんざしないわ、頭に毛がないわけですね。だからダムの上にゲートその他、そういう毛がない、そういう意味だろうと思います。穴あき坊主ダムとして書いております。この文章にくどいですが、ほぼ原文にある言葉を使って要約してありますが、ダムの省力化のために生まれたということです。決して自然に優しい、環境に優しい、今日そこにも書いてありますけど、そういう意味ではない。ダム開発を積極的に進めた結果、ダムの数が非常に増えた。つまり管理するダムがたくさんあるんで、そうするとその管理が大変なんで、その管理の省力化のためにゲートも何もつけない穴あきダムをという、そういう発想案がここに書かれております。で、まあ当時、それ以前には水資源開発ということは大変重要な問題で、そのためにダムが次々作られたわけですが、もうそれもダムの数が増えて水資源開発というのはもう神通力はもう なくなった。そこで利水を捨てて治水という、まあ、治水って言われると何か反対しにくい、そういった治水を名目にして穴あきダム、しかも管理の容易なという、そういうものを出現させたわけです。これ簡単に言ってしまえば、穴あきダムの目的はダムを作り続けるためです。もう利水はいらない、それを治水という名目で、しかも管理を容易にということでダムを作り続ける、そんなようなことで穴あきダムは生まれたもんです。さて、その今日エクスカーションでいろいろの説明でご理解いただけたと思いますが、赤倉温泉地区の水害は赤倉地区内の稼働改修で解決できます。ダムを作っても稼働改修しないことには解決できません。それなのに山形県が穴あきダムに固執する
理由はなぜなのか、まあちょっと言葉は悪いですが、私かつてある土建屋さんからダムはボロいっていう言葉を聞いたことがあります。ボロいっていうのはボロ儲けってことです。それからダムは政治家の米びつという言葉もありました。ダム事業は、ダム建設事業は政官業関係する人々にとってはうまい食い物なんです。まあダムは事業費が大きいので建設業者に入る金は他の事業に比べて桁違いに大きくて利益率も高いという、その上おまけがつくわけです。それでおまけの例を山形県内のダム4つについてここに挙げてあります。まず2001年に完成した合算ダムは当初事業費780億円ということで始まったんですが、出来上がった時には1780億円になっております。 2.3 倍です。それから2011年に竣工した長井ダムの総事業費は1600億円。これも当初事業費は1050億円でした。つまり当初事業費の 1.5 倍になったわけです。この2つは国土交通省直轄のダムですが、県の事業でも米沢市の綱木川ダムは260億円で始まって430億円になりました。 1.7 倍です。それから平田町、これは庄内ですが、の田沢川ダムは160億円で始まって315億円になってます。2倍です。山形県は最上小国川の治水対策として河道改修案、放水路案、ダム案の3つを示して、費用を161億円、160億円、130億円という数字を示して、ダム案が一番県民への負担が軽いと説明しています。ですが今申しました4つの例でお分かりのように全くのごまかしです。天空きダムというのは何のためか、これは建設業者、それに連なる政治や、さらに公僕とは言えない私僕たちの利益のためです。こんな輩に騙されてかけがえのない清流小国川を失ってしまっては子や孫に顔向けできない、私はそう思っております。どうも長くなりました。以上です。どうもありがとうございました。河川行政の本質的な問題を河原先生からはご指摘いただきましたし、昨日大駒先生から顔の定義を1990年でコーラーからの自分の指導の場合の顔の意味を変えているという必要な話になりまして、それは国土交通省の行政の中にはまだ十分に生かされてないというのは私たちの強い実感と思っております。それではですね、昨日鈴木さんから小国川の魅力っていうか、もう本当にかけがえない魅力を昨日教えてもらったんですが、このメッセージの中に山本さんっていう方もおりまして、小国川にも何回か来てるんですが、ケバリツリ研究会っていう方の会員の方ですけど、ダムを作ると背がなくなって、この山本さんの言葉をお借りしますと、洪水のない水害だと、その川の生態系がどんどんそのダムを作ることによって、変わっていって、その川との楽しみが全然できなくなると。そしてまた昨日竹本先生からは穴あきダムでも給養できる水質まで、なるのかならないか、そこが問題だというような話があったんですけど、鈴木さんの方が一言ですね、ここもう一度本全国の事例も踏まえて大国川の素晴らしさを
ダムに埋らない河川をすべきだというご意見もありました。まあ、あの私も、もう日本中、相釣りではですね、北海道から九州、沖縄、まあ、台湾、韓国まで、いろんなところに釣りに行っておりますので、いろんな川を見ておりますが、ダムができていいことっていうのは、とにかく一つもないんですね。治水とか利水でも怪しい話ばっかしで、川辺川ダムなんていうのが一番のいい例ですね。あのダムは上に、千房ダムっていう川が、ダムがあるんですが、そのダムができるまではこちら の内水の被害とかと近いと思うんですが、上の方で雨が降って増水してくるとですね、それはもう本当何十時間ってかかってゆっくりゆっくり増水してくる。だからあの辺 の人吉の町っていうのはもともと増水することが普通だった。だから地元の人たちはもうそろそろ水が増えてきた、子供たちはみんな網を持って魚すくいに行ったりいろんなことして、その間に家族がその準備をしていくということだったらしいんですね。それ人吉旅館の社長に話を聞いたんですが、その時にじゃああそこでものすごい被害が起きたのはどういうことかっていうと、一石ダムができてそのダムが満杯になってダムが壊れるっていうんで放水しちゃったんですね。そうするともうたったもう1時間とか2時間という短い時間で増水してくるので、それで結果的には大被害が起きたということだとすれば、治水なんて何の意味もないんですよね。というようなことは日本中にたくさんあるんです。で今のお話のように、まあ穴あきダムっていうのはもう水貯めて管理するのは大変だし、後々のことを考えると、まあ大変だなと。だったらダムを作ることは穴あきだったらできるから、それによって利権を得る人がたくさんいるということだということですね。それも、よくわかります。で小国川の場合は、まあ、昨日もいろいろお話をさせていただきましたけども、やっぱりこれほどきれいな、水でですね、今日あんだけ温泉の水を垂れ流ししているのにもうかかわらず、小国川のアギは美味しいんですよね。まあ規模はそんなに大きくないですね。まあ伊豆の鴨川みたいにもう下から上まで全部温泉という川でもですね、まあアギは美味しい、アギが釣れるんですけども、こちらの場合は特に素晴らしいと思います。で先ほどのその毛張りの人の話はね、毛張りっていうのはドブ釣りっていう、ドブっていうのは深い縁という意味なんですが、そこで、毛張りをこう下ろして釣る釣りで、もともとは、アユが遡上してまだ苔をはむ前の状態では小さな川虫を食べるんですね、プランクトンを食べるんです。その状態をで釣るために考えられたのは毛張りなんですね。だからそういう毛張りで釣るためにはある程度の縁とかトロバがなきゃいけないんですけども、どんどんそのダムができることによって、昨日もいろんなお話がありましたね、砂の問題もそう、石の流れ方の問題もそうですけど、で結果的にはもうどんどん埋まっていってしまうということで、背もなくなりますし縁もなくなるということなので、いいことは一つもないと思います。なので、とにかくこの小国川を、なんとか守っていただかないと、東北地方のアユ釣りそのものがもう本当に衰退してしまうと思いますね。この川に来ると、実は山形ナンバーの人よりも、一番多いのは岩手かなの人たちが多いんですね。で、あとは仙台の人たち、まあ、大きな町の人たちですね、そういう人が多いので、その東北の人たちがもう例えば宮城県なんかほとんどアユ釣り場がないんですよ。で、岩手県も東北 の太平洋側のところはもう小さな川たくさんありますけど、もう北上川とかいくつもいわゆる大きな川がないので、アユの釣り場がないんですよね。で秋田には米代川と大きな川がありますが、今年はもう大雨で全く釣りができなかったですね。で青森県もそんなに大きな川がないんです。ということでいくと、この川はものすごく貴重な東北のアユ河川ということなので、もう何としてでも、マラキダムにしても絶対やめてほしいというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。あのダム問題については、あのこれぐらいにして、次はその観光
についてですね、お話ししたい、進めていきたいと思いますけど、最後のまとめとして河川行政のあり方について、滝本先生の方から一言をお願いしたいと思います。あの講師の紹介によりますと、小さい時から川に入っていた。津田さん、ちょっとその前にちょっと一回、まあ、観光にも関わるんですけど、はい、ちょっとよろしいですか。はい、私はこのダムの建国の一人でもありますし、それから鶴岡市というところで、出羽三山の自然を守る会という会の、まあ、リーダーをやってるんですけども、で県内にある15団体の自然保団体の、まあ、一応事務局も担っているんですが、それで、まあ、いろいろ話が広がってまとまりがつかなくなるかもしれませんけれども、少しこう思いの丈を話してみたいと思います。で実は今回のこのダムの原告をなされている方々もふるさとの自然のこれから破壊されるということにいろんな思いを馳せて、そしていろいろ運動をやってダムの反対やって、で行政なりに働きかけて、それでも拉致が開かなくて住民監査請求をして、それでも拉致が開かなくて裁判の原告までもなったという、まあまあごくごく私も含めて一般の市民が結局一つ一つどうにかしなきゃと思ってたどり着いたのが原告までなっちゃったという、そういうことなんですけどね。でこれまでの運動がまさにそうだったんですよ。まあふるさとの指導をどうにかしなきゃダメだ、でそのずっとそのずっとこう思いを馳せて取り組んできて、私なんかもう43年になってるんですけども、で途中は大規模林道の反対の取り組みをやったり、それから同じ山形県の小国町、ここは最上小国川ダムですけども、沖多摩というところの小国町にイワナの養殖をしている方がいまして、その方が上流イワナを養うための水を確保するために国有林の水を借りたと、営林所から。でそのところが伐採されるというそういう動きがあって、その伐採の中止を求める裁判に取り組んだ。それの支援もやった。それから鳥海山にスキー場ができるということでも取り組んで、まあ、いろんな形でこう取り組んできています。で結果的にいい方向に来てるんですけども、ただこれまで四十数年間やってきて、すごくこうじくじくたる思いをするのは、そのいろんな問題提起をしてても一般の人たちには強制活動はしてるんですけど、もう動かない。だから先ほど昨日鈴木さんから釣り人のホームグラウンドが壊されようとしてるのに釣り人は動かないんだ、エゴの塊だと。それから例えばここの問題にしても、まあ昨日100人近く出席している方がいると思うんですけど、全くごくごく一部の人しか聞けない。まあ、全ての運動の取り組みはそうだった。そこで例えば竹門さんからは、外国であればサボーダ、アナーキダムのようなダムは地域の方々のコンセンサスがあってもう決められていく。それから山田さんからも、その、まあ、地域の取り組みについてはやっぱり持続可能性を踏まえた自立をベースにして取り組んでいく必要がある。そういうふうなお話をお聞きして、もっともっとこう地元の人たちが関心を持って、で自分は賛成だよ、それはそれでいいと思うんですよ、でも俺たちは反対だと。そして町長を発し合って、そしていろんなその妥協するところから妥協して、そしてまあ一つの方向に向かっていくというふうな、そういう、こう社会システムっていうのが欲しい欲しいと思ってて運動取り組んで43年もなっちゃってる。でも依然として変わらない。でその 3.11 の時に、あれはまさに原子力村、原発村と言われてる人たちがこう囲い込んできて自分たちのやりたいようにしてやってきた。
原発も否定されましたけど、原子力発電も否定されましたけども、そういう仲間内で取り決めをしてきた、そういうシステムも否定されてきたと思っていたのに、ただ単に原発だけ、その、いわゆる自然再生エネルギーに変わればいいんじゃないかと。あとシステムは全然変わってない。例えば、山形で今、その風力発電が酒田で今計画してるんですけども、6基で3万9000ほどの規模なんですけど、それを、酒田と山形で、山形県と酒田で半々で、法によらな、よらないで、環境アセス必要のないようなそういうシステムを作って、そして進めようとしてだから、その依然として身内でもう決めたことを国民や県民や市民に知らせないで物事が進んでいくという、そういうシステムが 3.11 で問われたはずなのに依然として進んで大手を振ってやっているっていうか、まあ、原発村もそうですし、ダム村もそうでしょうし、そういうふうなこうシステムを、特に例えば山田さんなんかはいろんなその、助言を求められている、まあ、いろんな地域に入っていくと思うんですけども、そういうふうな日本におけるその辺のその風土っていうんですかね、そういうシステム、それからスイスに住んでいらして、その辺の比較をですね、どんなふうにしたらその自分たちのことは自分たちでこう決めていけるようなシステムを作っていくには、どういう、まあ歴の長い話だと思うんですけども、まあ助言いただければ大変ありがたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。申し訳ない。いやいや、先生、はい。いや、まあ、今まで、河川のあり方について、若干皆さんの方からお話しいただきましたので、まあ、それを集約する意味で竹本先生から今まで取り組んできたこと、あるいはそのお考えをぜひお願いしたいなと思います。まあ、思いはいろいろあるんですけども、まず最初にご質問のあったその河川行政についてですけども、まあ、大きなその公共事業をですね、進める際に、その先ほどご指摘あったその環境影響評価を、まあ、行うか行わないかっていう、まあ、その発想っていうのは、やはり、こと河川に行ったら、旧河川法時代の発想ですね、そもそも新河川法の下では、その住民参加も明文化されてますし、そしてその環境保全自体が、その河川をその管理する目的に、位置づけられているわけですよね。まあ、したがってその、ここの川をどのようにするのかって考える際に、その河川管理者自身が環境を良くすることをしないといけないわけですよ。義務になったわけですよ。まあ、その意味では1990年代前半のですね、その、まあ、公共事業に対するその反対論というのとは全くその一線を画して変わった形になってるはずなんです。例えばですね、面白いことに、滋賀県に作られようとしていた、その、まあ、今もまだ生きてますけど、そのニューダムですよね、の場合ですと、まあ、当初はその、治水利水 その、まあ、多目的ダムでしたけども、まあ、いろいろその紆余曲折を経てですね、その、治水専用の方に向かっていこうとしたんですが、それでも貯水型のダムにしたい、で水を貯める理由がなくなったんですね。で結局何に求めたかというと、環境に求めた。つまり流域 その環境維持流量というのをその保持するためにですね、水を貯めなきゃいけない。だからこれは環境のために水を貯めるんだっていう、そういうその名目が政治じゃない、行政する上でですね、目的化しうる世の中になったんです。ダムを作る目的が環境保全だっていう、そういう時代になったわけですよね。でそれは逆に言えばですね、その行政の責任において川の環境を良くしなさいということを言える世の中になったということなんです。そのお金もですね、ちゃんと、そこにつくことが可能な法体系になったわけです。これは生かさない手はないわけです。
だからダムにその反対をするっていう図式でその我々が動くべきなんじゃなくて、この川をこうよの環境をこのように良くしてくださいという形でお金を出せる世の中になってるんですよ。でただそれがあの、土建屋さんとの関連で言ったらですね、あの旧その河川法の下でその出来上がった図式が未だにその、生き続けてるためにですね、その公共事業って言ったら兄弟公共事業でそれであのダム作りだっていう考えにあのすぐに陥りやすいわけですけども、でもあのアセス会社それからコンサルもですね、意識を徐々に変えつつあります。ここの先ほどあの、桑原さんのですね、あのご指摘にあったその建設の時代から管理の時代へっていうテーゼはあの今現在もあの、まあ、真剣に、検討されてます。であの土建屋さんの方も そろそろその大規模公共事業にその、まあ、自分たちの その存立基盤ですね、存続基盤を置いておいたらやばいなと、だから管理の時代に常にね、でそれができない会社はですね、日本を諦めて、それであの、まあ、ラオスだの、ベトナムだのというところにその活路を見出そうとしてますね。けども日本の中でその生き残っていこうと思えば、その管理の時代に適応していかなくちゃいけないの でその時の目的何かといったら、あの環境保全というのは、まあ、バッチし目的の中に入るわけですよ。だからそれを先駆けてそのどういう事業をですね、あの県なり国なりが立案する実行していくかということをその市民側からあの後押しするということが、まあ、これからはですね、あの一番その川にとっていいその、まあ、活動方針だというふうに私は思います。であのそのことはですね、その、淀川水系流域委員会の中でその、まあ、提案したその河川管理のですね、計画の中にそういったその三本柱というのは、環境をまず一番上に置いてですね、で川をどうあの管理していくのかという提案をたくさん出しました。けれどもあの、まあ、それはですね、必ずしもちゃんと生かされきってないんですけども、もう一つその河川法の中で我々が活用しなくちゃいけないのは、その河川整備計画を作る立案するときにその市民参加しないといけないということだけじゃなくてですね、その管理のその進捗点検というのも、まあ、法的にですね、まあ、保障されているわけです。これ何意味するかというと、その、まあ、定められた河川整備計画がですね、ちゃんと進んでいるかどうかをチェックしてですね、でもし、それにその問題点があるのであれば、河川整備計画を見直すというところを、その河川進捗点検の一つの大きな目的として持っているわけです。これはその行政の側からも その、まあ、それをどうやったらいいかっていうのをむしろその、まあ、問われるような、だから法律の方が先にですね、いいものができてるわけです。それをいかにですね、活用していくのかっていうのは行政者の方も悩んでしまうぐらいにその、まあ、結構先駆けたあの河川法律の改正だったんですね。ですからそれを私たちはちゃんと活用していく必要があって、まあ、河川整備計画がまだできてない川に関してはその、住民としてですね、こういう川を作ってほしいということをその計画の中に盛り込んでいくべきでありますし、でそれが出来上がった川に関していったら、進捗点検を通じてその改善策っていうのを提案していく、べきでありますね。まあ、それがその、まあ、河川行政に関する私の意見です。ちょっと時間がないので、次の項目に出してもらっていいかよですか。11時50分ぐらいまでであれですので、これからのこう地域の問題のほら山田さん、うん、これからその話をさせて、もうその今のあれに先生の意見に関連はするんですけども、新幹線法とかね、環境基本法、私はね、ダムが完成しても赤倉温泉は衰退の一方をたどると私は思っています。ダム適用とできまいと今の赤倉温泉の現実ではもうダメだと。で垂れ流したしね、汚いし臭いし、でそういう現状を
打開しない限り、これ違法でもあるんですよね、垂れ流しっていうのは。そういう現状を打開しない限り、解決しないし発展をしないだろうというふうに私は思っています。そこでこの紙、これからその振興策で、鍵を握るのは、まあ、今日も来てますけども三之条が一番古い温泉なんですよね。それから阿比留館と、それから湯沢屋と、この3の3つの温泉が率先して改善策を打ち出していかない限り僕は発展はないだろうと、非常に酷な言い方をしますけども思ってます。でその3つがやっぱり赤倉温泉の歴史でもあるんですよね。そうすると今これから必要なことはお客を呼ぶたびに新しい振興策を立てるたびに今の法律を活用しながら生きる方法っていうのはやっぱりこの3つの温泉が、阿比留館は今年の5月3 4日に倒産したんですね。でもどこが引き受けるか、いずれにしてもその道筋を見極めながら三之条と阿比留館と湯沢屋が3つが新しいその方針を打ち出すと、まあ、私は川から撤去すべきだと思ってるんです。選挙もともと川だったんですからね。それをやっぱりなんていうか撤去して新しい温泉街として、魅力は露天風呂ですよ。赤倉温泉の魅力は露天風呂として全国に売り出して、新しい振興策として新しいその法なんていうか法律のもとに、新しい方策を満たしていくということを大胆に打ち出す時期に来たなと。でこのことは稼働開始を唱える漁協にしても住民にとっても役場にとっても町の人々にとっても最良の最善の解決策であると、これ以外にはないというふうに私は思っています。とかそういう方向でこれから私自身も運動を進めたいと思うし、皆さんの協力を得ながらそういう方向に導いていきたいというふうに思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。今その前に竹本先生から河川行政のあり方については法制的にも変わってきているんだよというお話がありましたけれども、まあ、実質ですね、河川法が改正されて地域混乱感なんか入ってもですね、ほとんどこう地元のこの公正な意見をこう吸い上げてしまい、公共ポジションの姿勢がすごく私たちは、まあ、この私たちの前はその県ですけどね、まともにこう意見を議論しようとしない、自分たちの意見だけを主張だけ通してはもう終わりにしようという姿勢が見えられている、非常に残念なんですけども、まあ、その今後についてですね、河川行政のあり方について、まあ、私たちも、まあ、その理想の実現に向けて、まあ、取り組んでいきたいと思います。それで今高島さんの方から赤倉温泉の問題も含めて今後の展望も含まれたお話があったわけですけども、昨日夜遅くまでですね、山田さんとかあと三之条の高橋さんの若い主人とかですね、いろいろこう赤倉温泉をこう活性化するためにどうしたらいいかっていうような話し合いがありましたけども、昨日遅くまでいろいろお話ししていただいた山田さんの方から赤倉温泉についてはどういう方向性があるんじゃないかというような発見があれば、ちょっとお願いしたいんですが。はい、赤倉温泉の方向性といいますか、まあ、ちょっと、ね、いろいろお話、ご質問等も受けてましたので、どこからお話ししようかなというところなんですけども、まずは、何はともあれダム問題と観光振興ということで、ダムに関しましてはもうこれはもう誰がどう見てもおかしいので私も大反対ということだけは先に申し上げておきますが、ですね、先ほどそのお話があった、どっちから話すとは分かりやすいでしょうかね。私自身観光カリスマと言われてですね、観光振興多いんですが、昨日お話した通り魚って言いますか、漁業関係では私自身三重漁連のアドバイザーやってますし、で結構農業関係では北海道とかですね、長野あたりでも J さんとも付き合いがあるし、商店街とか中心市街地の活性化とかいろんなところで呼ばれてですね、その都度こうテーマがあるわけじゃないですか。そういうふうに
今回みたいにダムとか商店街どうするかってやるとですね、大体その関係者しか集まらないんですよね。当たり前ですけども、さっきお話があったように他の人たち知らんかもなんですよ。興味ないって言いますか、関心持たないんですよね。それなんでかってよく考えなきゃいけないんですよ、やっぱり、ね、先ほどお話あった通り。で、例えば先ほどに赤倉温泉どうにかしなきゃいけないって叫んでもですね、多分他の、例えばここの、まあ、働いていらっしゃる、あの、例えばここに住んでたとしても町に働きに行ってるような方とかですね、例えば今回農業の方も来てないんですけども、どうやってしたら関心持ってもらえるんだろうかって話じゃないですか。で、私もそういう意味ではあちこちで頭打ってるんですよ。で、特にですね、ビジネスに絡むような事業家になってくると、例えば観光振興しましょうっていうと、まず真っ先に地元のその旅館ホテルなんかとお付き合いしている事業者さんが真っ先にもうそっぽ向くんですよね。なんでかっていうと、あの赤倉温泉さんはどうか知りませんけども、日本のあのダメな温泉の旅館ホテルの宿泊事業者さんって支払いが悪いので借金も抱えてますし、地元であの意外と評判悪かったりするもんですから、なんであいつのために俺たち汗流さなきゃいけないんだろうとか、それに伴って農家の方もついてこないとかですね、地元のものをせっかくあの時に出してやったのに全然支払いしてこないじゃないかみたいなことがあったりとかですね、まあ、揉めまくるわけですよ。で、まあそういう意味では例えば農業だけの振興策って言ってもやっぱり周りの他の産業の事業者さんついてこないし、漁業だけって言ってもついてこないんですよ。で、まあ要は自分に損があるのか得があるのか、要は関係性の問題なの で、さっき昨日お話した通り、そこに好き嫌いが関わるとまさに何も動かなくなってしまう。で、私自身はもうそういうふうに中心市街地だろうが、石井産業だろうが、観光振興だろうが、まあ、立場としては、まあ、何らかのテーマで呼ばれるんですけども、やはりそこはですね、昨日からお話した地域の経営としてどうするのと、今後昨日お話した通り、もう 5,60 年で人口ゼロになるような勢いで人が減ってる中で、お越しどうしたらいいんでしょうかと、まあ、ダムがなくなったとしてもまさしく赤倉温泉中心にどうやって食ってくるんですかみたいな話にちゃんとしていかなきゃいけないんで、その時に、まあ、昨日も、まあ、子どもたちをもっと前面に押し出してたとかっていろんなことを言ったんですけども、で少なくなくこう若い方たちもですね、すごくその町の将来に対しては不安もあるし、自分たちの子どもたちどうしようかっていう抱えている方とか多いわけですよね。でそういうところとやっぱりダムの問題とかもしくは観光振興の問題がうまくリンクしてこないんですよ。で自分ごとになんとかしてあげなきゃいけないっていう時に、やはりこうビジネスに関係すればするほど利害と損とか絡むので、とりあえずそこは まあ置いといて、やっぱり町どうしますかねと、せめて20年30年、できれば50年ぐらい先見てですね、町どうしますかっていうところで、私は意外と、少なからずいらっしゃるそういう専業主婦の方とか子どもたちも含めてですね、そのテーマから一番遠い国にいるような人たちに声をかけたりとか、もしくはこういうところでお話をした時に、たまたまちょっと聞きに来たけども、聞いてみたらちょっと関心持ったみたいな方たちも含めてですね、結構こう人を集めにかかるわけですよ。いや、そうしないとなかなかこうね、きっかけもつかめないものですから。で、皆さん の, お手元に今回配らせていただいた資料に、北海道の弟子鹿町っていいまして、人口8000人ぐらいですから、ちょうど最上の町と同じぐらいですよね。ここちょうど9000ぐらいになっちゃいましたの で、そこの方々もですね、私は最初そこの川湯温泉の振興で入ったんですけども、お前の方たち川湯温泉のことやっぱりね、よく言わないんですよ、あいつらはとかって言って、で結局でもみんな困ってるわけですよ。農業も農家も困ってるし、じゃがいも作ったって高く買ってくれないし、揚げ句の果てのぐらいは安いポテトチップスの材料にされてるだけだったりとか、で地元の屈斜路もね、これ積み込みすぎたんだらしてたんですけども、漁業がないばっかり大変なことが起きてたりとかっていう、でこれでもどの問題もでも地域の方の一住民として考えれば、将来どうするのこの地域で、どうやって食っていくのってこととちゃんと整理してあげないと自分ごとにならなかったんです。でそれで、いろんな団体組織の総会の後にちょっと話させていただいたりとか、婦人部の活動のところにちょっと顔を出したりとかして、今の町の現状を知ってくださいと思います。で昨日のようにですね、例えば人口560年で、まあ、手塚町もそうだったんですけども、本当ゼロになりますよと、でこのまま旅館ホテルなくなると働き先本当になくなりますよとか、農業 JA の皆さんもこのまま TPP の問題に巻き込まれるとこんなになっちゃいますよみたいな、要は現実の事実の問題ですよね、煽るわけじゃなくて。
それを淡々とお話ししていくうちに、さっき声の上の方々というのはやっぱりこう集まり出すときに、例えば農家の方と旅館の方と同じ8000人の町内なのに初めて顔は知ってるけど初めて話をするとかですね、場の提供をなるべく多くして、その中でですね、まあ一つの形にしましょうということで、お手元の資料にある、まあ、名前は協議会なんですけども、住民組織の立ち上げみたいなことをやりました。でこれは勅使河原町だけじゃなくて、私がお手伝いに行っている新町はどこでもこういうパブリックの組織を作ります。で日本はよく官と民の連携とか共同って言うんですが、官と民だけで最終的には何か運動を起こしたりとか活動すると必ず止まるんですよ。だって行政側は政策的にですよ、地域住民の生活に対して差が出ないようにフラッとかけるわけです。でも例えばビジネス化させるとか活動させると、そこには必ず差が出てくるので、それは違ったものでいいって認めてくれればいいんですけども、どうしても行政側がブレーカーになることがあります。でそういうのをなくすために、どっかで合意形成しなきゃいけないし、どっかが活動の拠点にならなきゃいけないときに、民でもないですよね、と民は事業化して例えばお金儲けさせてもらわなきゃいけないからっていうところで、その協議会をちゃんとした公パブリックとして存在させるような組織にして、まあ、一つの例として皆さんのお手元にあるような絵本市推進協議会を作りました。で協議会といいますとね、大体皆さんあの、国からの補助金引っ張るために住民の合意形成で取ってくださいと言って、いろんな町の中の団体組織のです、ね、役職者しか出てこなくて、ちっちゃな町になればなるほど最上もそうだと思うんですが、同じ都市が出てこないわけですよ。なんか合意形成したような会議だけして、まあ、場合によっては印鑑ついて終わりみたいな話になってしまって、全然実は機能してない。でも町のことを真剣に考えましょうということで、昨日お話しましたその観光振興だなんだっていうきっかけはあったんですが、活動しているうちにちゃんとしたパブリックの組織として機能し始めると、やっぱり人ごとではないっていう若い方とか、中には小中学生までそういう教育会に入っていて、その時には、町長であったとしても議員さんであったとしても役職ついている方はその教育会で発言をする場合は役職抜きなんです。一住民としてしか参加できないので、そうするとまあある意味同じテーブルについて住民としての議論も結構活発になってきます。まあ、ある程度、まあ、言いたい放題じゃないですけど、ちゃんと議論ができますから。でそんな中で、まあ、勅使河原町の場合は30年先に、誰もが自慢して誇れる町にしたいので、各部会活動の中でちゃんと事業計画を立てて、5年単位と1年単位の中短期計画を立てた中で、本当に30年後に自分たちが生きていけるような町になるのか。でその時に初めて、いやこのまま減っていくと本当に働き先もないし、もっと外貨っていうか町にお金を落としてもらう時にやっぱり観光必要だよねって、やっとそういうところから出てくるんですよ。やっぱり必要だったこの町には観光で、初めて旅館の人たちと、もっと農家の方たちとか、商業の商店街の人たちも一緒にやんなきゃみたいな気持ち、やっとそこまで来ないとならないんですよ、改めて。でその中でまあ、やってるうちにですね、逆に言うと今度は町の観光協会が全く機能不全に陥って、これまでと同じようなことしかしないというか、チラシポスターパンフレットだけ作って東京に行ってマックだけのことしかやらないんで、マーケティングもしなければちゃんとした市場調査もやらないん で自分たちの商品作って売るってこともやらないので、そういう活動をしてると、まあ、自分たちでその着地型っていって受け入れ専門の旅行会社を、そういう住民が観光と関係ない人たちが中心にお金出して株式会社にして旅行業を取って、そういうツアーとかプログラムですよ、地域に来てから申し込みができるのを作って、でそれが補助金もらわずに黒字経営しているようなところもあるんですよ。ですから地域がやっぱりどうは今後、まあ、ある意味昨日もあの理念といいますか将来構想の話、ビジョンみたいなことを言いましたけども、あのまずはこの町がどうあるべきなのと、どうしていかなきゃいけないのって、どうやって食っていくのみたいなところをちゃんとそのパブリックの組織化とか、もしくはその組織化するためのきっかけ作りみたいなところからやって、じゃあ、食っていくためにの観光としてはどうなの、農業どうなの、漁業どうなのっていうところの盛り上がりがないの、多分ダムの問題が町 の, その住民の 100% とかやらないしない、あのやなかったとしても活動にならないんですよ。でその屈斜路湖の漁業問題もそうですよね。そういう活動をしたからこそ、あの要は、一部の その遊漁関係の人たちだけじゃなくて、町の人全体がやっぱりうちの屈斜路湖魚えらいこと取られ放題になってるよって、自分たちでルール作んなきゃいけないじゃないかっていうふうに話が始まるわけです。いや、自分ごとになるんで、あのそういった部分ではですね、あの1ヶ月2ヶ月ってなかなか難しいんですけども、住民の方たちが他の住民と一緒に議論がちゃんとできるような場所とか、もしくはその議論したことが町に対してちゃんと政策的に
こうあの受け取ってもらえるようなそうしたこの公としての町がみたいな組織化とかっていうことをしっかりやっていかないと、あの私の場合は今のところで本当にダム以外でもいろんなその公共事業とあのバッティングしますよって話をしましたけども、どうしてもですね政治的な力で負けちゃうわけですよ、あの一部の方だけだと。だって実際にどこに行ってもそうですけど、大体こう公共事業の場合は地元の土建屋のエゴと利害って言いますか、自分のところなんとか生き残るために他潰してでもいいからなんとかしてくれって話ですからね、日本人で。その、 あの、まあ、利権と政治力に勝つためにはそこと一番縁が遠そうなっていうか、あの立場も含めた人民の方たちがやっぱりあの中心になって声を上げていただかない限りには、あの要は、まあ、応援団の数自体がですね増えないんですよ、本当に。でそういったところで私なんかですね、もうあの、そういうダメな旅館ホテルの再生なんかに行くと、もう本当にあの要は地元で信用されてないので、取引先がですね地元にないんですよ、支配割り。だからどんどん遠くなっちゃうんですよ。そうすると遠くなればなるほど地元の食材が手に入らないので、安くはなるんですけども、そうするといいサービスもできない。まあ、そういうだからこそあのそういうところに旅館のご主人とか経営者の方には来ていただいて、まずは立場を超えて一緒になって町のことを考えましょうよと、ここの地域の自然環境も含め今後の生き方も含めもっともっとこうマクロ的にもっと大きな目で自分たちの子どもたち孫のために何考えなきゃいけませんよねっていうところからスタートして、それぞれの農業漁業、旅館宿泊業みたいなところに落とし込んでもらえなければ、最初にその細かいテーマがドーンと上がった瞬間に地域全体の話になかなかなりにくいので、何はさておきこの町どうするのみたいなところで、なんとなくその辺 の、 あのお母さん連中が集まってるところとか、おじいちゃん連中にこう話して、反応した人が方たち全員を巻き込んで、反応した方たち方たちをどうやってしてこう組織化するかっていう部分は私はやっぱり大事かなと思います。でちょっと本当は時間があればあの弟子課長のビデオとかっていうのがいろいろあるんですけども、あの皆さん、まあ、もしよろしければ、ひらがなでそこの弟子課外交町推進協議会っていうの資料出てますけども、インターネットで検索していただくとあのホームページ持ってまして、そこにこれまでテレビで特集された特番とかビデオがついてますから、それ見ていただくと、観光振興なのに自然環境の保全のことなのにこんな赤ちゃん抱いたお母さんがこんなにあの実は自分事として頑張ってるんだっていう姿が出てきますので、それはちょっと参考にしていただきたいなと思います。で、まあ、すみません、私ばっかり話しててもあれなんですけども、とりあえずあの昨日お話ししました通り、どんな形でもあの地域振興、地域再生、あのエゴと利害なので、それを乗り越えるための住民パブリックとしての場のと組織を、まあ、なんとか作っていただくしかないんじゃないかなと思います。で、観光に関して、プラザーさん、先ほどお話がありました、どうなったってここは落ちてて一方だよって話をしますとね、お話に、昨日お話しました通り、いうふうになってところがお客様減ってるんですよ、実は宿泊客に関しては。一部の個別の事業者でお客様を増やしていらっしゃるところとか、頑張っていらっしゃるところありますけども、エリアエリアで、地域地域で行った時に、全体的に伸びてるところってあんまりないんです、はっきり言いました。でそれはもう昨日お話したとおり、だって日本人のマーケットだけ相手にしてれば絶対数が減ってるわけですから増えるわけじゃないです。じゃ あのお年寄りが増えてるからといってお年寄りのお願いしてるあの老人会なんかあの営業に行くとですね、老人会の皆さん人がいいので一番老人会の中のメンバーの所得が低い人に金額合わせるもんですから絶対高く取れないんで、いい商売できないんです、ね、で子供たち修学旅行というと子供たちはあっという間に少なくなって皆さんご存じのように地元の学校の存続が危ぶまれるぐらい子どもたち減っているので、そうなると修学旅行の取り合いというのは確かに少ない場合の取り合いなのでなります。そうすると本当にその地域に来るだけの必然性があるかないか、例えば、河川改修が終わって温泉街がちょっときれいになっただけでただ温泉に入りに行くだけの魅力的だったら、遠くは至る所に温泉地があって、その競争だけでは勝てないんですよ、昨日の勝ち負け。やっぱその勝ち負けよりもその赤倉温泉としての価値を、先ほどのように露天風呂だって言ってもですね、日本中露天風呂あるんですよ、川が見える露天風呂は。だったらそうじゃなくてトータルのサービスとしてここじゃなくてはいけない必然性、例えば本当にアユとね、ゆうきさん聞かれました、本当にアユ釣り人相手とか、もしくは本当に美味しいアユをいくら張ってでもいいから天然アユ食いたい人たちのためにこう季節的に特化してでも何かここに来る必然性作らない限りは
サービスとしては選ばれることはなかなか難しいんじゃないかなと思います。でこ の, あの、まあ、売るためのマーケティングっていう部分に関しては、まあ、あの一応一旦ってあの一石一鳥じゃなかなかできないので、あの昨日もあの三之丞さん の, あの、ね、息子さんの方とも話してたんですが、やる気のある若手の方が、ね、3人ぐらいと、まあ、40代含めると5人ぐらいいて、なかなか腹が据わらないやつもいるみたいな話が出てたんですが、まあ、それでも3人ぐらい9000人ぐらいの町の温泉地で頑張ろうって若い人たちがいるならば、うん、そっちを実務舞台にして権限も渡して、私ね逆に言うと観光協会なんかの役職総若手3人に任せてもいいぐらいだと思うんですよ、うん、好きなようにやらせて、あの地域によってまず観光地の経営させてあげた方がいいんじゃないかなというふうには考えます。まあ、ちょっと長くなりました。どうもありがとうございました。はい、まあ、あの地域の観光振興ってなかなか難しいと思うんですけど、まあ、特に私なんかそういうところの、知識は全く皆無なんですけど、ただ、地域の子どもたちを生き生きとさせるためにこう自分たちが何ができるか、それが必然的にこう観光にもつながるような形なら最高だということで、昨日の岡本先生からも川の学校という、企画が あるよという話をしていただきましたけども、あの地元の方に聞いてみたら実は同じようなものをこっちでもやってるんだというようなあの方がおりました。それで渡辺さんということですけど、その辺の状況をちょっとご紹介していただければなと思います。私は海側漁協の赤倉支部の渡辺良一郎と言います。昨日と本日と皆が先生方のお話を聞いて本当に勉強になりました。ありがとうございました。私たちは漁協の組合員で子供の川遊び教室っていうのをもう6年前あたりから始めてます。これは久米沢小学校、それからから生徒の子どもなんかを引きまして、3年生以下の今保護者と一緒に川遊び教室を開催しています。遊ぶ場所は深さ川2メートルぐらいあります。それで救命胴衣、学校側から用意してもらってそれをつけて川に入ってくらい、私たちはガラス箱、ヤス、それから刺し網、トワミ、そういうので、アユやイワナ、そういうのを取って、子供たちはガラス箱でカチカを取って、それを焼いて、それで食べています。で子供たちはもう川の水がきれいで、飲んでもいいのかなって言います。いやちょっとそれは川のものあればいろいろあるから飲まないで、水は持ってきたのを飲んでって言ってます。それで6年もやってますと、うちの孫も入ってきます。今高校生なんですけど、川がきれいだから遊び行こう、じいちゃん遊び行こうって言うんですよ。だからそれだけその子供たちは今その川で遊ぶっていうことはしないんですよね。だから本当に小国川ダム作ってこんなその汚い川を買うんだったら秋田県の先言ったようにどうなるのかなという心配、ただ子どもたちにそういうふうな話をすると最上町 のダム賛成っていうのは多いんですよ。で保護者も来てますから、そういう言ったら漁協反対の人で子どもたちを されるのかなって言われると怖くないんですから、それは言わないんですけども、でも子供たちはこの綺麗な川を忘れないで、そういうふうに大人になってもそういうふうに来てもらいたいという思いで、これからも元気な限り継続していきたいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございます。山本さん。この時子供たちに魚取らせて料理させたりなんかもさせてます。小刀渡して、あるいは包丁渡してやらせるってことが必要だと思うんですけど、ね。イワナとかカキとか
串を刺して、はい、それであと私たちがバーベキューの持ってって、はい、子供たちが焼いてます。子供たちに主体的に焼かせる。あと芋とか持ってってじゃがいもなんだとか、それを持ってって見て、それはのお母さん方がやってますけれども、それとですね、昨日ちょっと言いましたけれども、やっぱり子供たちにかなり染み込ませるためには、相当時間皮に浸らせる必要があって、年に1回とか2回のイベントじゃやっぱり継続しないんですよね。だから何十時間かやっぱり必要なんで、繰り返しやる必要がある一人の子供にね。それが肝心かなと思うんですけどね。今の子は小学生って忙しいんですよね。忙しいですね。本当に忙しいんです。で、だからまあちょうど網の解禁になって、まあ次の年はちょっと網使えませんから、それでまあ1ぐらいで終わってしまうんですね。うん、でも年々増えてるんです。子供たちの参加が。それで新潟のから来てる子供も来ます。来てる。ええ。去年はちょっと6人ぐらいでなんか部活のあれで忙しくて、今年は20人ぐらい集まってきました。はい、どうもありがとうございました。まあこういう全国集会を通していろんな情報をお互いに共有して、いい方向に持っていきたいと。特に今回全国集会わざわざ開いたわけですから、ただ聞いて、ああそうですかっていうだけじゃなくて、地元の人も一歩踏み出すと、そういう方向性をできるようにしたいなと思っています。それで参加者の高橋さんからも一言、そういうことについてご発言いただければと思います。マイク。ああ、すみません。どうも、赤くで開いてもらってありがとうございます。大変豪華でした。ですね、私は一番最初から関わって、最初は会長だと言ってましたけども、やっぱり途中、まあ、何で関わったのかという理由がですね、やっぱり数十件しかないのに、何百億のダムを作るというものに対しての疑問と、今は何十年も経っているのに見直しもしないということ。あと私たちがやっぱり小さい頃は暇だったのかもしれませんけど、川遊びをよくしたんですよ。それで気軽に川に行ってカジカ取り、石を分けるとすぐにカジカがいますよね。カジカ取りしたり、あとあの頃は取ってるとヤツメウナギがぴったりくっついて今入ってもヤツメウナギいないんですよね。あとなんだっけ、ヤマメまでは分からないですけど、雑魚っていうか、いろいろ雑魚いますよね、このね。やっぱり、それで、最近まだうちの子供が小学校の頃、芋煮会やろうということで、川の上流、ずっと上流の方行って、もし川の水で芋煮会しました。私たちよく川の水でやってましたんで、それでやって、川を探検しようということで上流に登っていったら、ちょうど滝があったんで、上から福来様が飛び込んだんですよ。で、まあ、何でもない単純なことなんですけど、すごくやっぱり子供たちも喜んでいました。まあ、そういうことをですね、やっぱりやらせたいというふうに思いますね、これからも。で、そう、まあ、昨日のずっと続きなんですけど、やっぱり川を愛して、やっぱり川をやっぱり、まあ、泉荘のあれでも喋ったんですけども、やっぱり私は小さい頃は川にね、接して遊んでたわけですよ。で、今の子たちもだんだん遊ばなくなると思うんで、川を愛せなくなるというか、逆にだんだん川に対して何も意味がなくなってしまう、でそれがすごく恐ろしいというふうに思います。やっぱり先生が言ってた川の学校、あれも普通にですね、子供たちが川に行って遊べるように、時間があったら遊べるようにしていくようにしたいなというふうに思います。それからあと、ここに来る前に息子とも喋ったんですが、
お前言ったらどうだということを言って、まずいろいろ意見あったら伸びたらどうだということだったんですけど、息子はやっぱり、反対だ賛成だという立場には嫌だと。だから反対賛成ということなしに、ないことで、の人もやっぱり気軽に入れる会に、そういうことをしてもらいたいと、逆に。それで気軽に入って話を聞きたい。やっぱり聞きたがってるんだけど、賛成っていう問題でもないし、入っていけんのかなっていうふうな、逆にこう壁があって入れないと。昨日本当に一緒に山本先生飲んで楽しそうでしたけど、なかなかやっぱ俺が行かないといけないよっていう感じでね、だから先に行ってねって言われて先飲み入ったんですが、この後来て一緒に入りましたけど、やっぱりそういうことがあるんで、もうちょっとやっぱり主義主張も大事なんですけど、もっと巻き込むという形で先生が言って、山本さんが言ってましたけど、何をするんだということを先にして、そこからいろいろ展開したらどうでしょうかと思います。よろしくお願いします。はい、いいですか、ね、はい、時間は50分ぐらいで、もう時間ないんですけど、時間ない、じゃあ、やめてくれよう。いや、いいんじゃない、せっかくだし、あ、山さんの、はいはいはい、はい、たまたま、ちょっとすみません、時間ない中、ね、さっき先生もおっしゃってましたけど、さっきもありました、子どもたちの活動、子どもたちの活動、私がなぜやるかって、今日もお話ししました通り、子どもたちが主体的に動くことに関しては誰もどうって言えないんです。特にその子どもたちが自分たちの地域のためとか将来のためっていう。で、そこの活動に行き着く前に、先生おっしゃった通り、まさしく川の学校みたいなことで、子どもたちで楽しくないこと以外は本当にやらないですから。楽しませた上で、この川どうするのって子どもたちにも一緒に考えてもらったり、この川のことを自慢したくないみたいな話とか出てくると、結構私が国の政策で打ち出して唯一大ヒットしたって自負しているものが、児童生徒によるボランティアガイド普及促進事業っていうのがあります。これインターネット上で国土交通省のホームページに出てますの でその事業の一環で高校生、中学生、小学生までいろんなボランティアガイドを作っていたんですが、たまたま皆さんよくご存じの九州の湯布院、あそこに大分川があるんです。でうなぎとかどんこ取れるんです。でそこで、ね、子どもたちに遊ぶことをもう、要は旅館組合があそこに菜の花を植えてますから、川沿いに。で子どもたち一緒に活動して、もう楽しいした挙句に、じゃあガイド、これお客さんにこういう話してみないっていうチーム組んだ。で最初中学生と小学生4年生までだったんですが、弟や妹たちついてくるんですよね、兄弟がいて。で私はこれ実は世界最年少ガイドって言ってですね、申告しようかなっていうぐらいなんですけども、保育園幼稚園の年中さんのガイドチームが自然にできたんです。勝手についてきた子どもたち でチーム名ガサゴって言いまして、ガサゴって大分県でガサゴソですから落ち着きがないっていう意味なんですけども、そこのですね、子どもたちがいかにその観光振興のある意味は形の一つではあるんですけども、ちょっとほんの2分くらいの定点ガイドをしているその大分川でのガイドの様子見てください。これね、見る人がいると結構泣いちゃう人もいるんですけども、最後のメッセージもいいですしね、音が出ます。僕は川で魚釣りをするのが大好きです。取れるのはうなぎ、ろっこつ、なますです。
観光客が質問しちゃうんですよ。海の中はどうやって魚を取っているでしょうか。平面駐車場が増えてきた環境問題とか全然まとまらなかったんですが、この活動を始めてからですよ。ある意味地域が本当に一緒に活動、この子たちのために頑張ろうみたいになって一つになれたんです。でそういった部分では本当に私たちの次世代のことを考えて、次世代といってももうすでに生まれてきている次世代いるわけですから、大人だけじゃなくてこういう子どもたちのために私たちが何ができるのか、彼らにどういうふうにして楽しみながらこの町を担ってもらうことの活動につなげていくのかってことをやっていただく方が、私としては先生どうぞ、かわいいじゃん、はい、でこういったところがね、やっぱり私は大事なんじゃないかというふうに考えてます、で私たちの世代も含めて結構やっぱりサービスでやってたりとかしててもやっぱり土日忙しいですし、普通のサラリーマンの方も土日やっぱりなかなかよっぽどのことがない限りこういう会場に出てこれないですよ。はっきり言って相当意識が高くて、ましては皆さんもここにいらっしゃる方のように年金もらって余裕がある方じゃないとこういう活動できないですよ。本当に皆さんの今後の活動によってはですね、いろんな動きが出てくると思いますので期待したいと思います。すみません、時間がないから。どうもありがとうございます。最後にちょっとですね、先ほどの質問に、お答えをしたいと思いますが、地球の温暖化という問題、これはもうこの地域の問題じゃなくてものすごく大きな話ですよね。皆さん、心配している人もたくさんいらっしゃると思いますけども、いくつか例をお話をさせていただきますと、実は地球の温暖化は人間の活動で温暖化しているっていうふうに散々言われてますけども、実はこれは大きな間違いです。地球っていうのはものすごく寒くなって氷河期が訪れたり燃え下がったりってことを46億円の間に何度もやってるんですね。で、ついこの前まで地球の氷河期が訪れて人類が滅亡するっていう本を書いた大学の先生が10年後には温暖化で人類滅亡って書くんですよ。それぐらいめちゃくちゃな話だってことが一つで、地球は常に温暖化と、氷河期を常に繰り返してる。その中でこういう小さい波もたくさんあります。で、分かりやすく言うと、グリーンランドって国がありますよね。氷河ですよ、真っ白ですよ、行くと。でもあそこは1600年発見された、日本のちょうど関ヶ原の戦いの頃で、あの頃はあそこグリーンだったんですよ。というほど地球って年中繰り返してるんですよ。それでこの近くで言うと青森県の、なんだっけ、三内丸山だかな、遺跡がありますね。あそこに栗林の形跡が残ってるんですね。今栗林できないんですよ、東北地方でほとんど。自生の栗はありますけどね、栗を取る養殖をしてっていうことができないんだそうです、青森ではね。それがと同じように、それぐらいものすごくあったかかったってことです。それから、今の東京の近くの高尾山の近くにね、ブナの木が何本かあるんですよ。今普通にブナの木は東京周辺では育たないんです。
ということはものすごく寒い時期も東京がブラ林だったっていうぐらい寒い時期もあったってことで、北条記だとか古い本をお読みいただくとその辺のことがいっぱい分かることがたくさんある。実はこれがなぜこんな話になったかっていうと、ヨーロッパ人が CO2 買取ビジネスをやるために日本人などを脅かしてきたっていうのが大きな理由だと思います。こういう本がいくつも出てます。データを解析した人たち、統計学の先生方が今まで言ってきた、そういうもう本当に行き当たりばったり言ってきた毎日4万の種が消えていくとかっていう話がまことしやかに環境省も言ってます。だけど4万の種が毎日消えていったら人間一種ですからね、ほとんどなくなってしまう。でそれを言った人のところに統計学の先生方が行って質問したんですね。そしたらこれは単純に桁間違えましたって言うんですね。そういう話っていっぱいあるんですよ。で最終的にそういうことを言って人たちが何のためにやってきたかって、人類はバカだから恐怖心を与えなきゃいけないっていう最後の答えだという話をがいろんなところで、資料もあります。だから実は人間を不安にさせることによってビジネスをする人たちがたくさんいるっていうことだと思います。地球は自然にあったかくなったり寒くなったりということで、人間のこんなたった何十年間の間の活動でそんなに大きく変わることはないということだと思います。まあいろんな意見がありますが、私はそう思っています。それじゃないと次の子孫の子供たちどうするんですか。ですよね。もう不安だらけになってしまうと思います。まあすみません、そういうことです。はい、でも今日は皆さんからいろいろな貴重なお話いただきましてありがとうございました。時間もなりましたのでここで閉会にしたいと思います。今回は大変貴重なお話いただいたとともに、ただ聞くだけじゃなくて地域として一歩踏み出すような企画もこれから考えたいと思いますので、ぜひ高橋さんとか渡辺さんにもご尽力をいただきたいなと思います。どうも今日はありがとうございました。